人々の生活を音楽で彩ったアメリカのアップル社は10日現在販売している携帯音楽プレイヤーの iPodTouch について在庫がなくなり次第販売を終了すると発表しました iPod シリーズは20年以上前の2001年10月に発表され CD 品質のままポケットに入れて持ち運べる音楽プレーヤーとして人気がありました。現在は iPhone などスマートフォンで音楽を聴くことが主流になる中、アップル社は iPod の精神は生き続けているとコメントしています。